はありがとう。悟さんの30歳の節目を一緒にお祝いできて嬉しいな。僕も君と一緒に過ごせて嬉しいよ。お誕生日おめでとう。乾杯。ああ、もう夢じゃん。もうそうだよな。憧れのアイドルが一緒に誕生日を祝ってくれるだなんてあるわけないよな。サトルさんの30歳の節目を一緒にお祝いできて嬉しいな。お誕生日おめでとう。ふふふ、おめでとう。メルちゃん今どこで何してるんだろう。昨日の夜一人で酒飲みながら寂しく誕生日のカウントダウンしたんだっけ。最近になってやたらと孤独を感じるようになってきたな。泣けてくる。僕の名前は須藤悟。今日誕生日を迎えたばかりのピッチピチの30歳。まあ恥ずかしながらこの年で就職もできず、仕方なくコンビニのアルバイトでなんとか生活をしのいでいる。実家暮らしの絶賛ニート。何の取り柄もない冴えない男だ。お気づきだろうが、もちろん年齢イコール彼女なしの童貞を貫いている。そりゃ彼女は欲しいし、セックスもしたい。だけど世の中そう簡単にはいかないもんだ。婚活パーティーにも何度か足を運んだけど、ことごとく激甚。もうほぼほぼ諦めかけている。僕の生きる希望といえばアイドルのメルちゃんくらいかな。あ、誕生日なのにケーキ食べてないじゃん。30歳新たなスタート。ケーキ買いに行こう。お店の時はたっぷり使ったフルーツケーキ、いやそれともカカオをふんだんに使った高級感漂うチョコレートケーキ。チョコレートフルーツ。幸せな家族か。世間一般的に俺ぐらいの年だとあんな風に奥さんと子供がいるのが普通なんだろうな。いいなあ。危ない。救急車、誰か救急車お願いします。ちょっと待って。大丈夫。本当よかった。よいしょ。よいしょと。いただいて本当にありがとうございました。何だったんだ？デジャブ？僕が予知したっていうのか。あ、そうなんだよ。そうなの？あ、この噂知ってるか？何？30歳になっても童貞のままだと魔法使いになれるらしいぜ。そんなわけないじゃん。いや、まあ噂だからさ。サトルも気をつけろよ。なんでよ？女の前だと緊張して挙動不審になるじゃん。もうそれ治ったもん。このままだと確実に魔法使いだな。もうやめてよ。僕だって彼女の一人や二人絶対作るもん。おお、言うね。未来の魔法使いさん。もういや、まさかな。いや、もしかすると30歳になった童貞の僕は本当に魔法使いになってしまったんじゃ。とりあえずマサトに連絡してみよう。出てよ。早く出てって。あ、マサト、ちょっと話したいことあるんだけどさ。今から空いてる？今すぐだよ。大事件が起こったんだよ。本当にいや、アイドルの話じゃない。好きで言えないだけど君を愛してるよ。魔法のまじない使える。聞き返すあなたの言葉を何度も伝えた。聞いてない記憶がめっちゃ今日は何だろう。お母さんの30歳の節目を一緒にお祝いできて嬉しいな。僕も君と一緒に過ごせて嬉しいよ。お誕生日おめでとう。一度も忘れられないか